おお、懐かしい。色がついてない。いや、昔のゲームボーイってモノクロだったんだよね。さあ、というわけで今回遊んでいくゲームはカービィのピンボール。1993年発売。懐かしいってレベルじゃない。今からだいたい23年前ってこと。うわー、古いなー。おじいちゃん涙出てきちゃうな。さあ、というわけで昔のゲームってこうやってモノクロだったんだけどさ、初代ポケモンなんかもこうだったんだよね。だからアニメとかで見て、あ、このポケモンってこんな色してたんだとか、そういう思い出もあったりなかったり。お、デモプレイが始まっちゃったな。まあ、ピンボールってどんなゲームか見てればわかるかな。ちょっとだけデモプレイ見てどんな感じか見てみよう。おう、なんか俺がプレイしなくてもいいような気がしてきたな。こんな感じで、フリッパーっていう今の下のあるやつね、あれで羽でボールを飛ばしてスコアを稼ぐっていう、結構アナログめいたゲームなんだけど、どうかな。おー、懐かしい。よし、じゃあ早速やっていこう。はじめからランキング。あれ？あ、スタートボタンね。はいはい。さあ、というわけで、ほい。あら、B ボタンが、あ、B ボタンが台を揺らすんだっけ。フリッパーってどうやって動かすんだっけ。今動かないのか。じゃあウィスピーウッズのいる左側に行こう。ドン。おお、早速始まる。おお、左キーでやるみたい。オッケーオッケー。A ボタンで右のフリッパー、 B ボタンで台を揺らして、ちょっと。おーお、あ、ぽい。おーっオッケーオッケーオッケー。あの、でかいカービィがスロットの、おお、めっちゃ回ってるけど、そうじゃないそうじゃない、確かこれカービィを揃えなきゃいけなかったような気がするけど、おっ、あっ、突然違う。おっ、なかなか上に上がらない。あー、落っこちた。一番下まで落ちるとミスになっちゃう。おお、おっと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 、あ、お、ちょっと、あー、なるほど。おお、あ、うん、お、あ、あああ、あったあった、こんなの。一番下に落っこちちゃっても、この台のジャンプをうまく使えば復活できるってやつか。なるほど、これでワンミスだ。さあ、頑張っていこう。スコアがたったの11000点。お、2人目。タイミングここで覚えよう。なんか微妙だけど、おっ、止める。おっ、弾く。ふん、なかなか上に上がんねえじゃん。おお、これデモプレイ見てた方がはるかに良かったんじゃないのと思いながらも、さあ来た、左の方に飛んでけ。おおおお、ちょ、オッケー。トマトって何。あ、ほい。あー、結構タイミングむずいじゃんこれ。うん、残り1人だよ。結構難しいな。連打だから、まあいいや。おっ、いいぞ。おっ、あ、ちょっと待って、ごめんなさい。カービィのあの顔。カービィが喋ることはないけど、ものすごく何か文句言ってた。あ、はい。うん、あっという間にゲームオーバーだな。もう一回チャレンジしよう。はい。あ、最初からちゃんとフリッパー動かせる。あ、ちょっと待って。ポピー的な方に来ちゃった。おー。何この爆弾とか持ってんだけど。くらえ。あー、逃げられた。あー、ちょっと、絶対爆弾触ったらあかんパターンじゃない？あの、左のカービィは何考えてんの？ワープスター乗りたい。乗りたいけど、どうやって行ける？ほっ。減った。ほっ。復活。おー。ちょっ。復活。あれ？おー。あれ、これってさ、復活力だんだん下がってくんだっけ。うん、忘れちゃったな。さ、全然ボスまで行くことができない。そういや、このゲーム一応なんか面クリア型のゲームだったような気がするけど、うなるほどスコア稼げるけどさ。ほっ、あー、ひどい。ほっ、いいぞ。お、めっちゃ上がった。
いいぞ。おお。なんかさ、意外と手応えっていうか歯応えがある。あ、ワープスターの文字とかを全部埋めればいいのかな。あー、あー、マジか。せめてボスまで行きたいんだけど。頑張れカービィ。そいや、お、お、これ両方こうやってれば、うん、お、そい、揺らしてなんかなるもん。お、お、来た来た来た。そいや、ワープした。おお、あれ、おお、お、なにこれ、ゴールさせろって。おお、ちょ、あ、あ、なに今の、超ベストなとこに投げてきやがって。いいぞ。おお、そいぜ。自分のボールが当たってる。ちゃんとリアルになってるな。おお、ほい、意外と熱中できるピンボールゲーム。おお、ゲッソざまあ、ゲッソだな、あいつ。ひどい、楽しい。おお、ほい、あー、連続でポイントチャンスだったのに、がっちりガードしてやがる。おっ、どっちもいけばいい。おっ、ちゃんとなんかボールの方にさ、駆け寄っていくのがすごくよくできてる。おお、あ、一番上まで運んでくれた。え、これは何？あ、何？あいつをさ、止めなきゃいけないの？マジか。うわ、これは難しい。絶対難しいやつ。フンス。お、おお、やった。おっ、おっ、ぬっ、ちょっとあいつ、あ、なにこうしてくれてんの。ちょー、なんかちょうどいいとこに行くな。ちょっといい、イガグリはいらねえ。おお、くれ。おっ、おお、トマト。俺トマト大嫌いだけど、このトマトは食べる。ちょっと取れないのかよ。ふっ、いいぞ。あ、またそれか。左のカービィがもう、あー、やっちゃった。あるある行動。ワープスターまで行ったけど、よし、あと1回。おー、止めた。ちょっとそこはいらない。おっ、戻った。お、お、いい、よくない。はぁ。お、やった。これさ、もしかして卵全部返さないといけないってこと？なかなか大変じゃない？おー、軌道が変わる。今度は左の方に。いけ。よし。さ、卵から帰って、あと1個。おっ、いいぞ。うわー、やばい。ちょうどいいとこ行っちゃった。なかなか今のうまくいかないな。おお、い、お、いいぞ。また卵最初からなんだ。これはなかなか辛いぞ。そいつ、ふん、お、親鳥に当たっちゃって。お、そうじゃない。あー、卵を壊された。ひよこが、ひなが結構なんかある。うお、リアルでえぐい。おお、ぽっ、お、トマトだった。ちょっと待って、あのトマトちゃんと空中判定なのかよ。ぽっ、いけるか、真ん中。ぽっ、よし、ナイス。はあ、危ない、ギリギリ。ほい、やった、やったけど、どうなるのこれ。お、お、え、なにこれ。あ、やった、ようやく来た。こいつか、ボスか。ちょ、あ、そんな。カービィさ、なんか手広げてるんだったら、もうちょっとパタパタッとかプクーって言ってくれよ。これでもう一回ここから。やっぱりめっちゃ厳しい、このゲーム。お、そいや、ほい、い
いいぞ、やった。あとはキープキープキープ。あーちょっと真ん中違う、帰っていくの。ちょっと待ってこのゲーム歯ごたえありすぎじゃないですか。あーぽっ、まあまあしょうがない、ちょっと親鳥邪魔。まあいや丁寧に、あーちょっと邪魔って言ってるのに、はい、あー迷わなかった。お、そい、あーちょうどよく、あーしまった。あーまあいいや、真ん中のは諦めよう。ほい、いいぞ。ほっ、ほっ、ほっなかなか当たらない。ほっ、あー惜しいな。いいぞ、うん、絶妙すぎる。よっけ、オッケーオッケー、ほっ、よし。なあ壊されてしまった。お、いいぞいいぞ、慣れてきたんじゃない。お、あーちょっと違う、よ、いいぞ、ほっ、よーし。さあ次はワープスターをなんとかゲットできるか。ちょっと、ほっ、よーし。ここからが問題だよ。よし、ほっ、なるほど。あ、おー、どうなるこれ、ループ。さあここで左、おっ、おい、あー、あっ、ちょ、え、ずるい、マジかこれ。無限ループって怖くね。何回も叩き落とされてもめげない精神じゃないとこれはなかなか大変だな。あーこれはきつい一番上にいる間はまだまだ頑張れたけど精神的にきつい。ほい、あーダメだ、ワープ来ないかな。あと一回落とされた、さすがの俺も精神的につらい。おお、いいか、ありがとう。おっ、おっ、あーちょうどいいとこになっちゃった。ビリビリの敵だ。おお、くらえ、そい、なあこのさ、フロスティっていう文字を貯めたらどうなるわけ。あーくそー、ここまで来て、なかなか、なかなかボスがやっつけられない。じゃあもう一回トライしてみようかな。あ、ランキング、はい、さあじゃあ次はどうしようかな。じゃあクラッコステージ、ほい、おお、ソロのステージか。あの真ん中のカービィは何してくれんの、何もしてくれないの。お、雲に当てれば何かあるのかな。お、おおおお、あー傘をささせて、ちょっとまた最初から雨を降らせて真ん中のカービィが傘をさして、それを使って上の方に上がれというパターンではないのちゅおーか。おっ、おっ、おい、上に上がっちゃ、上がらない、おい、いいぞ、うまいうまいうまい。これは何、雲を全部消せばいいのかな。なんか、え、おっ、お、なに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 、うまくいってるっぽい。あ、ワープスターがもう出てきた。あ、うまい、なにこれ、
こんな敵いた気がする。ほい、オスだからきっと何かやってくるに違いない。あぶねー。お、ちょうどいいとこ。まずい。お、やめて、やめて。うっ、なんでそんなちょうどいいとこ行くんだよ。まあピンボールだからしょうがないけどさ、よくあることだからね。ほい、ちょうどこうバーが届かないところが悔しい。うわやってしまった。ピンボールあるあるやってしまった。ここ上に飛ばせるみたいだから頑張ればなんとかなるかな。本当はね、あ来た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 。ハッサスしたところに、おお来た。おお、なかなかボールの軌道が読めないな。飛んでけ。おっ、おお助かった。あーくそー、なかなか上に這い上がれないのがつらいな。おっ、あー今のはちょっと読めなかったな。いやごめん、読めたけど反応できなかった。ぬー、おお、ちょっと待って、これ下段難しくない？おっ、あーくそ。これさ、上に登るところすごく難しいな。まあ本来ならここでミスになるから、ちょっとしたボーナスゲームみたいなもんだよね。なんか中途半端なことやっちゃった。最初のやつで一気に飛んでいければよかったのに。おっ、おっ、左側。お、もう一回。さ、先っちょで。おお、何これ。あ？お前ら出てきて何だっていうの？何これ、いや、ちょっと、何いじめ腐ってんの。お、あー、やめてあげてー。ちょうどすぎる。あー、戻れた、よかった。ナイス。うん、もう上まで行っちゃってくれ。行かない。せいや。あー、ちょうどいい。はぁ。あはー、戻れ。なるほど。うっ、ダメだ、届かない。お、トマト、トメイト。そい、なんてこったい。今のタイミング良かったじゃん。良くなかった。くそー、どうしようボスをやっつけたい。ボスまで行けない。あれ、今のタイミングでいまいちなんすか。お、いいぞ。さあワープがついて、今度はそい、あー、またやってしまった。あいつら邪魔なんだよな、いじめられるし。なんとか復帰できたけど、また最初からがこれ。すごくね、心折ってくるこのゲーム。昔やった時はすごく楽しくやったんだけどな、あの頃、子供の頃の俺はすごく精神力強かったんだな。あー、やばいやばいやばい。真ん中のやつがパワーアップしてしまう。あー。おー。あ、なるほど。へぇ。ダメダメなことかと思ったけど、そう、お、そう。まだ残ってる。あ、ちょうどよい。このタイミングボスボタンを押す、この復活台、なかなか厳しい。うん。というわけで3面全部ゲームオーバー。いや、これは、いや、難しいんだよ、これきっと。多分ね、俺が下手なのかもしれないけど。悔しいからもう一回。じゃあ、ウィスピーウッズ行こう。よく考えたらこれスロットとか言ってるけど、難しいとこ来ちゃったんじゃない。お、あ、いいぞ。あ、よくない。もしかしてこの面が一番難しいんじゃないの。
真ん中のところが一番優しかったかな。戻れた。もうめっちゃ連打する。やったやった、こんなの。あー、そんなこと言ってるとフリッパーのとこに触んねん。おおいや、でいいいいぞ、なんかおあー、なかなか戻れない。ここでなんとか一番高く飛ぶにはどうしたらいいの。お、おー、なんかベストのタイミングだったっぽい。これだ。お、おー、お、真ん中のやつが作ればいいんだな。なかなか真ん中には触りづらいんだよね。よし、あー、そっち行っちゃったか。お、あー、くそ。うーっ、UFO、 UFO やっつけてポイントをもらえるだけ。お、トマト、トマトもいいけど。お、いっそのこと、待って待って、スロットってよく考えたらだな、めっちゃ運ゲーじゃん。あー、トマトになったのに。お、あの右のやつをやっつければ何かあるかな。お、な、なになになに、光ってるけど何かあるのかな。お、なに、真ん中に入ってもタイミングが合わせないと。よし、来た。お、なつらい、ここ面が難しいんだけど。よし、これで上に行ける。お、トマト、トマトが取れないんだと。せっかく、あ、取れた。これトマト取った挙句にまた下の方にトマトが出てくるのかよ。お、おー、なんだ、来たっぽい。おお、抱っこされて食べられた。からの吐き出し。ちょ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 っと、ここからが、おお、ちゃんと弾かれる。ふっ、止めて。おっ、よっ、よし、来た。あ、まだ生きてる。そこだ。ちょっと早かったか。お、お、お、よし、来た。いや、まだいるのか。お、あれ、上の方にワープスター。そして、ウィスピーウッズ。ちょ、リンゴが降ってくるかと思ったけど。お、ちょ、あー、あ、おー、ちょっと、あー、ひどくない？あんなんどうしようもないじゃん。やめて。よし、弾き返した。当たり判定がでかいから、いいぞ。その代わり硬いのかな。やめて。そっちちょうど、なんかちょうどいいとこ行くな。なかなかこれは絶対ね、普通のカービィの方がはるかに簡単ですね。お、あ、ワープサー、ワープサー出てる。そっかそっか、もういいのか。ちょっと取らせてくださいよ。ちょっとまずいかも。タイミングがまずい。つっ、ちょっとパワーが足んない。来た、来てない。なんかあいつ、あ、それはないんじゃないの。ピンボールやってるとなんでそういうことになるのって思っちゃうよね。おっ、おっとっと、俺スロットさ、まあしょうがない、頑張っていくしかないか。あー、フリッパーの外に行っちゃうと、もうワープスターが出た。触ってくれ、一番上まで行ってくれ。もう一回、おっ、よし、あ、ワープスターが消えちゃったじゃん。うん、なるほど。
込めて。今だ。なあ。スロットを固定で一個ずつ合わせれば。なあ、やっちゃった。いや、来た来た来た。真ん中で。ダメか。あー、しまったー。またここからか。お、いいぞ。あー、や、余計なトマトはいらない。トマトできるなら欲しいけど、トマトだからでって言うなんだよ。お、やった。スロットで揃うってことは珍しいのかな。結構あるのかな。これってさ、ボスの耐久力とかってさ、戻ってる、戻っちゃうんだろうなきっと。あー、止まった。お、さあここはじっくり待って。時間制限がないからね。あー、嘘でしょ。あー、ここまで来たのに。一人死んでなんとか大ジャンプ復活をしたいな。あー、出なかった。タイミングわかんねえな。上に上がった瞬間じゃないのか。お、やったやった。よくないじゃん。絶対そうなると思った。あー、負けた。なんとかしてクリアしたいけど、いやでも昔からこれは難しかったような思い出はあるね、確かに。危ない危ない。おお、ほっ、おお、ほっほっ、トメイト、よし来た。そい、なかなかあの雲が邪魔なんだよな。おっ、右側から飛んでいけば。あ、ダメか、トマトになった。よし、トマトの効果がいまいちよく分かってないけど、よし、きたー。さあ、そして、お、え、どれがワープスターの。あ、出た出た。お、よし、オッケー。さあ、こいつは直接的な攻撃がしてこないっぽいけど。お、あー、ちょっと、ほい、こっち。あー、止まった。やめてあげて。逃げて、カビ逃げて。お、止めて。おー、いいじゃない、勝手に自爆してくれる。お、お、あー、逃げられた。そこだ。あー、ちょっと角度が甘い。なかなか。お、よしよしよし。からの、いいぞ。あ、なにこれ、これからが本番だというのか。あー、またそれ。おー、いいぞ。お、もうちょっと。あー、真ん中に行っちゃったか。真ん中に行くのを防ぐにはどうしたらいいんだろう。それができるとプロになれるんだね。あー、くそ。あー、もう俺の心が折れそう。これで上に連れてってもらえる。なかなかこう狙ってできるようになると楽しい気がする。
止めてからの、なかなかタイミング合わないな。カモン、よし。あー、ダメだった。ここは落ち着いていこう。お、まだか。運ゲーだからしょうがないな。なに、ちょっと早くしてんじゃないよ。あー、ひどいよこのゲーム。あれ、え、嘘、え、ここに戻ってきちゃう。ちょっと、あのワープスタッフはボスに行けるんじゃないのかよ。もっと高いとこ行ってくれ。めっちゃ揺らしてみるけど。お、やった、揃った。あー、ちょっとちょっと、だ、押してよ。おお、ほい、よし、ここからが本番だ。おお、あぶね。落ち着いて左の方に飛ばす。よし、ワープスターが出現して、ほい、もう一回、来た、来てない。あー、悔しいな。来たー。ほい、ほい、ちょっと真ん中すぎるよ。なんでこうなるの。最初に戻っちゃった。うわあ、悲しい。努力が水の泡になるこの悲しさ。おー、いい、いや、あ、うまいと思ったのに。トマトがある間は下の方に落っこちていかないってことか。なるほど、そこだ。よし、でもこのワープスター触ったらさ、また最初からでも上に上がれるから。やった。じゃあこれでまとめに上がろう。やっぱクラッコステージが一番楽なのかな。あー、ダメだった。復活がすごく難しいな。まあ復活が簡単にできちゃったらゲームがね、簡単になっちゃうけど。タイミングわかんねえな、マジで。やっちゃったい。お、来た。え、結構早いタイミングだったな。お、何それ、空中でなんか跳ねたぞ。揺らす、揺らす効果がいまいちわかんないけど。お、来た。ここまで来ればあとは、ほい。あー、な、ちょっとあいつさ、ワープスターの方ちゃんと変えてない？あ、来た来た。さあ、ここはイガイガが来ないことを願って、ちょっとやめて。ほっ、いいぞ。ほっ、あー、滑って、オッケー。そいや、そろそろイガイガが来る。ほっ、あ、止められなかった。だと早く回復して、よし、やったー。取れない、これ取れなかったらやばいんだけど。ちょっ、なんで横からいけねえんだよ。が、止めよう、止めよう。お、やったー。あー、かわいい。おー、ようやくこれでウィスピー打つ
ステージをクリアできたのかな。何か字が書いてあるけど、なんだろう。お、いい、いいっていうのが出たけど、なんだろう。なるほど。こんな感じで3つのステージをクリアすると、おそらく最終ステージに行くんじゃないかなとか、そういう感じ。いやこれさ、1面クリアするのに40分ぐらいかかったんだけど。いやでもさ、わかるでしょ、このなんか難しいんだけどつい夢中にやっちゃうっていう感じ。ランダム要素とかさ、ちょっと予測できないようなところとか、上手い人はやっぱりこう弾の速度とかどういうスピードで流れてるかとかもわかるんだろうね。まあこんな感じで、とりあえず1面クリアできたからここでよしとしましょう。いやー大変だったな。でもこれやっててすごく楽しい。あーって思いながら。ただね、心が弱い人を やってるとだんだん疲れてくるかもね。下の方に落とされた時の悔しさというか虚しさは半端ないわ。だというわけで、じゃあ一旦ここで区切っておきましょう。じゃあ次のゲーム行ってみましょう。こいつは結局何だったんだろう。なんか途中までしか字が出ないけど、もう一回頼む。お、来た。え、おー、上に投げて。あー、そういうこと。